僕は霊媒体質だ。中学の時に霊障を受けたことがある。また同じ学校に通えるよ。改めてこれからよろしくね。いとこのほおずき弥生ちゃん。今日から弥生ちゃんを担当することになった幻灯が慶太郎です。え？慶太郎先生、心霊スポット行こうぜ。は？しょ、僕家庭教師で来たんだよ。これが僕と彼女の出会いだった。大丈夫、ここから先は私の役目。成仏もせずに人を襲う執念をたたえて、覚めることのない無限の夢を見せてあげる。歩み寄るほどに目指しているまともから遠ざかる気がする。僕はこれからやっていけるのか。ゲットだぜ。